堀江博美は、日本の経営者、16銀行取締役陶取。2013年、岐阜新聞社社長に就任したが、わずか4日で辞任した。岐阜県生まれ、愛知学院大学法学部卒業。1970年、16銀行に入校し、常務取締役、専務取締役を経て、2009年6月に、第11代陶取に就任した。 また独自の手法で経営にあたり、2012年には16銀行と岐阜銀行の合併を実現させた。公認頭取である村瀬幸雄は、堀江を色々なサプライズをする人だったと評した。堀江は合併から1年を区切りとして、辞意を表明し、2013年9月26日に頭取を退任して、取締役顧問に退いた。 関係者の強い否定にもかかわらず、この唐突な退任は、事実上の解任と外部には受け止められた。その後、朝日新聞の報道によれば、頭取が交代した際、堀江が解任動議を突きつけられていたとされ、16銀は事前に堀江から辞任申し出を受けての形式上の解任と事実と異なる説明をしていた、報じられている。その後は、 2010年に就任していた岐阜商工会議所会頭や岐阜県商工会議所、連合会長といった役職により、地元経済界での活動に洗練するものと目されていた。その後、堀江は2013年12月9日に16銀行の取締役から外れた顧問に退いた上で、岐阜新聞社代表取締役社長に就任し、 同時に関連会社である岐阜放送代表取締役社長にも就任した。ところが、就任後わずか4日の12月12日に、堀江は、岐阜新聞、岐阜放送両社の社長を辞任した。理由は、一心上の都合をとのみ発表されたが、この間、岐阜新聞社には、堀江を社長に迎えたことへの批判が集中していた、ことが報じられた。また、 新聞社内の堀江への反発が、社外からの圧力を呼び込んだという見方も報じられたが、定かではない。以上で言及したものの他にも、堀江は、寄付北法人会会長など、多数の公的団体の役員を歴任しているが、一連の問題により辞任する流れは止められそうになく、同21日には、中部経済連合会副会長職を辞任することが発表され、 同27日には、岐阜省公会議所会当職も辞任していたことが明らかになっている。ABCD、歴代社長辞典16銀行。歴代社長辞典政策委員会。2013年12月13日閲覧。ABCD、岐阜新聞社長。就任4日で、辞任銀行から転身に批判。日本経済新聞。 2013年12月13日閲覧。ABCD 岐阜新聞社社長に堀江博海氏。日本新聞協会。2013年12月13日閲覧。ABCD 十六銀行頭取交代。クーデターではない村瀬新頭取日本経済新聞。2013年12月13日閲覧。ABC 岐阜新聞社長が就任4日で、辞任会長も隕石辞任という異例事態。J キャスト、2013年12月13日閲覧。岐阜新聞社長26人前、東踊、堀江氏。朝日新聞。2013年12月13日閲覧。AB、岐阜新聞、9日付就任の新社長4日で、一心上の辞任。毎日新聞。 2013年12月13日閲覧。ウェブ開放2012かき号ナ、no. ンバーワン30。堀江会長の挨拶。寄付北法人会。2013年12月13日閲覧。寄付商工会議所の回答職務執行者について。寄付商工会議所。2014年1月10日閲覧。ありがとうございます。